人がいないところで、はい、じゃあ人がいない今がチャンスかな。じゃあ行きますよ。YouTube。ふるさと学者生活係の瀬山と申します。このチャンネルはですね、障害福祉で働く職員の魅力を発信していく、そんなチャンネルになっています。今日はですね、Uポート世田谷レックセンターというところにやってまいりました。あるある。何ですかこれは。今日はですね、バスケ部の密着第2弾ということでですね、密着していこうと思います。なるほど。なんで一人なんですか私。玉田さんはあの野球部の試合がありまして。の試合、バスケよりも野球だっていうことですね。じゃあですね、前回は3位ということ で、 ですね、うん、そうだね、惜しくも3位で終わっちゃったっていうことなんで、はい、新人職員さんもね、今日いっぱい参加してるっていうことなので、はい、ぜひ話伺ってみようと思います。じゃあ目指せ優勝っていうところで見に行ってみましょう。はい、じゃあ始まりました。2試合目みたいです、はい、そうですね、2試合目ですね。瀬山さん、バスケとか見るんですか？バスケは、小学校の時に2年間だけやったことがあって、だから小学生の時だから、もうルールはほとんど覚えてないです。わあ、危ない。すごい、取り合いだ。すごいすごい、すごい。やばい。ああ。まだ亀谷さんからのカツが。ああ。ガチ反省会。中に行っちゃうと、これピシャッとしちゃうから、カツが回らなくなる。え、関係ないの。2人で、これでどれだけ金が安くなる。なるほど、大事。いっぱい入れてもらう。大事なやつね。え、これこれうまいとかあんの？え、難くないこれ？シュートの時はね、ゴールを見て。そういうことか。ゴールを見て、よしよしよし。A ダンスです。よし、いい。マジそうか。亀谷。ひどいよこれ。亀谷。ひどいよ俺。あ、でも接戦接戦。いいよいいよ。え、バカバカ。なんてことするんだ。妨害妨害。ありがとうございます。亀谷さんにお越しいただきました。お疲れ様です。あ、こうか。初めての人もいるので、はい、自己紹介から。はい、皆さんこんにちは。ふるさと学者に勤めております亀谷由衣と申します。はい、現在4年目で、まあ、里山課っていうところで日中活動しております。はい、バスケ歴ってどのくらいなの？バスケ歴はガチでやってたのは9年ぐらいなんですけれども、まあ、小5から高3までやってて、大学はサークルでちょっとやって今に至ります。結構多分バスケ部の中ではもう亀谷さんって中堅の立ち位置になるかなって思うんですけど。はいとか言っちゃいけないですけどね。はい、もう貫禄が ね、若い子結構入ってきてるから。そうですね、ありがたいことに、はいはい、まあ、中継の立ち位置として、はいはい、まあ、こんなところに気をつけていこうかなみたいなところがあれば。部活やってきたので信頼関係も大事ですけれども、楽しくバスケットができるような環境は作っていきたいのかなと噛んじゃったけど、はい、思っております。じゃあ次の試合の意気込み、はい、アピールポイントを。もうね、このパワフルな感じでゴリゴリいけたらいいと思います。さっきシュート入ってないので、はいはい、決めていきます。よろしくお願いします。今日は乙女なんで。そうそう、はい、乙女 ね、 乙女でいきますので、はい、こんなんやっちゃったけど、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ次はですね、草壁さんに来てもらいました。ありがとうございます。初めて。初めてです。初顔出しになりますので自己紹介をお願いします。はい、ふるさと学者倉波児童館の草壁花です。はい、何年目？3年目です。3年目、はい、3年目なんだ。まだ3年目です。結構貫禄ある。ちなみにバスケ歴はどのぐらいですか？小学生の時からやってるので、もう何年だ、10年ちょっと。10年ちょっと、ね、はい、前回の動画でも話があったと思うんですけど、
バスケ部を作ったきっかけ、はいはいはい、みたいなところはこの方だと伺ってますので、どんな気持ちで作ろうと思ったのかとか、うん、そういうところいいですか。池から入った時にバスケ今までやってきたけど、なんかいろいろ部活がある中でバスケ部がないということで、まあ、社会人になってもバスケできるところが欲しいなと思って常務にお話しさせてもらいました。実際にやってみてどうですか。作ってすごく楽しいです。楽しい、はい、じゃあ最後にこの後も試合あると思うので、はい、アピールポイント、ディフェンス頑張りたいと思います。なかなか得点につなげるのが難しいところが多いので、足を動かして頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ応援します。よろしくお願いします。はい、そしたら新人職員の3人に来てもらいました。ふるさと学者市原の農工会伊丹理子です。バスケは中学と高校6年間やってました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ふるさと学者市原農芸家の明星理央です。バスケは小中と大学の時にやってました。大学もやってたんだ。サークルとかじゃなくて地元なんですけど、ね、よろしくお願いします。はい、倉波の受注家鈴木千秋です。バスケは小学校から大学までやってました。はい、ありがとうございます。そしたらですね、バスケ部に実際入ってみた感想を鈴木さんからじゃあ順番に。男性の方のプレイヤーもいて、一緒にやってていろんなプレーが見えて楽しいです。皆さん優しくていい先輩たちばかりで楽しくバスケやってます。本当に優しい。結構ね、あのバスケ部の先輩たち強い顔ぶれ多いからね。めちゃくちゃ優しいです。怒られてない。怒られてないです、はい、社会人になっても今みたいにバスケができる環境に感謝しつつ、他の事業所の方とも垣根を越えて仲良くさせていただいてて、とてもありがたいなと思っています。以上です。そう、真面目なキャラじゃないよな。何それ。真面目で打っていきます、これからは、はい、私はじゃあ最後にこの後も試合あると思うので、アピールポイントここだよっていうところをね、ポジションがセンターなのでゴール下のシュートは頑張りたいなと思います。はい、絶対に守る。絶対取るのか。入れる。入れる。あ、入れる。はい、とりあえず走ってガッツのあるプレーを頑張りたいと思います。はい、足速いから。私もセンターなのでゴール下しっかり守れるように頑張りたいです。はい、じゃあこの後もね試合あると思いますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。うまい。あ、うまい、今のうまかった。守れ守れ。うわ、すごい。いけ、ナイス。おい、明け星、うまい。うまい。あけ星うまいよ。いけ、痛み。よしよしよし。ナイス。おお、よかった。ヒヤヒヤしたな。はい、それではですね、試合が終わりまして、バスケ部の監督の林係長に、ね、お越しいただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、そしたら最初に自己紹介の方もいいですか。はいはいはい、ふるさと学者安住が丘の林です。一応監督やらせてもらってますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。林係長ってちなみにバスケ経験って。バスケは小学校4年生から高校時はやってなかったんですけど、大学4年までやってました。じゃあもう結構がっつりやられてた。そうですね。監督の経験はここに来てから初めてです。はい、去年のチームと比べて、あの今年どんなチームになりそうだなっていうのあります。去年はまだ人数も少なかったんですけど、はい、今年新人さんがですね、はい、3人いいメンバー揃いましたので、今回非常に楽しみにしています。まだできたばっかりのチームですので、これから今年1年かけて仕上げていけたらいいかなというふうに思ってます。はい、次も、はいはい、優勝目指して頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、応援よろしくお願いします。はい、じゃあバスケ部の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はどうだったんですか、結果は。順位は7位でした。7位すごい。おめでとうございます。無理やりすごい。まあ今日ね、あの新人職員さんとかも初めての大会だったかなと思うんですけれども、今日大会見ていかがでした、皆さんの。そうですね、新人の職員が入ってくださって、雰囲気はすごく大会通してよくできたのかなと思うので、まあ、これは継続して、ただやっぱりプレー内容に関しては課題がすごくいっぱい見つかったかなと思うところがたくさんあるので、次に向けてチーム一丸となってまた頑張っていきたいと思います。いや、もうね、UK 界の女性陣強いと言われてますけど、今日の試合見てよくわかりました。はい、ではですね、この動画がいいなと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。では皆さん最後によろしいですか。せーのでいきますよ。はい、せーの、
YouTube!